そうですね、まあ、前半のところで、3失点 してしまって、自分たちから、苦しい試合にしてしまったっていうのがあって、まあ、後半そこから3点取れたっていうところは良かったですけど、やっぱり4点目が取れないと最後にああいうワンチャンスを決められて、勝ち点を持って帰れないっていうことになってしまうので、うん、まあ、まずは前半からしっかりした戦い方をして、まあ、勝ち切るっていうのが大事ですし、まあ、もしそれができなくても、まあ、追いついた後の試合の進め方とか、まあ、そこで勝ち点を持って帰るっていうところをもっと突き詰めてやんなきゃいけなかったかなと思います。まあ、とりあえず負けていたので、まあ、ゴールを決めるしかないと思ったので、まあ、もう本当ゴールというか得点を取って勝つっていうところにフォーカスして、試合を進めようと思ってました。この5連戦なかなか思うように結果が出なくて、まあ、もちろん僕たちも悔しいですし、サポーターとか応援してくれる人たちも本当に悔しい思いをさせてしまっているので、次の試合はホームでしっかり勝って、皆さんで、まあ、いい顔で終われればいいと思います。